今日午後2時半ごろ、江差市町の港に奥尻町の患者十数人を乗せた北海道の漁業取締船が到着しました。完璧では防護服を着た担当者が迎え入れました。奥尻町ではおとといまでに2か所でクラスターが発生し、50人以上の感染が判明しています。しかし、島の病院で多くの患者の受け入れは困難で、今日う当該へ搬送となりました。 患者は函館などの病院や宿泊療養施設に搬送されることになっています奥尻町は町民に独自に外出の自粛を要請しています